前から思ってたんやけど、なんでちび姉は毎朝ママにご飯食べさせてもらってるの？私はあんたが来る前から毎朝食べさせてもらってるの。晩ご飯自分で食べるくせに、朝ご飯も自分で食べい。私は朝からそんないらんの。あんたみたいにガツガツ食べへんの。ガツガツ食べるから、なんかブツブツのお皿に入れられてんねん。うるさい。ちび姉みたいに一粒ずつ食べてられへんわ。そんなんして食べてるから30分以上もかかんねん、朝ごはん。うるさい。私は味わってんねん、一粒ずつ。あんたみたいにガツガツ食べへんって言ってるやろ。それにな、あんた私に付きまといすぎやねん。右行けば右、左行けば左、ずっとついてくるやん。もううっとうしいねん。うっとうしいって何よ。ちび姉のことが大好きやねん。仕方がないやろ。もう離れたくないの。普通に好きって言うやん。恥ずかしい。まあ私も好きやけどな、ズン吉。でもなんかめっちゃなんかわからんけど腹立つ。だからついてきすぎやっていうことにも変わりはないの。ダメよ、いいやんか別に。もううるさいな。毎日毎日ほんでほっぺた引っ張りすぎやねん。だってさ、あんたほっぺためっちゃ伸びるやん。それにあんただって私の耳噛みすぎやねん。毎日頭べちゃべちゃやん。せやな、ママにいつも頭拭かれてるな。